シマユきかずらピリオスティージャバイバーノワズフック、イトムズは、アジサイカのツル植物。カジョには草食毛がなく、花には花弁がない。常緑性の藤本。岩や樹木によじ登り、時には高さ15メートルにも達する。全株無毛。茎は、褐色から紫褐色で、画面からは気根を多数生じる。古い茎は、 褐色から肺褐色になるが、皮目は生じない。太くなった茎は直径5センチメートルに達する。葉は、体性傭兵は長さ1から3センチメートル紫褐色を帯びる。葉芯は、角質で、頭皮心型から頭蘭状長楕円形、あるいは楕円型をしており、長さは6から1 0トル時に1 5トルに達し、 幅は2.5から6センチメートルになる。刃先は丸まり、最先端が小さく突出する。基部は、くさびが高丸く、円は滑らかだが幼児にはまばらに低い胸子が出る。刃の表面は、暗緑色で光沢があり、中脈はわずかにくぼむ。裏面は色が淡く、中脈ははっきりと隆起している。側脈は6から10に追い合って、それぞれその先端は、刃の円には届かず。 その前に上に曲がって、次の側脈につながる。ただし葉の大きさに変異が大きく、特に細く若い枝ではある節に、長さ2トルの葉があっても、次の節には2 0トルにもなる葉が出ることがある。そんな大きな葉のつく節が続いても、また次の節には小さな葉が出たりもする。夏季は8から9月。果女は塩水状で、枝の先に生じ。 長6から15センチメートル、幅10から20センチメートルになる。花はすべて両性花であり、装飾毛はない。個々の花の柄は、長さ3から8ミリメートル、微小な養生の付属物が少数ついている。花筒は、円錐形、長さ3から4ミリメートル、学列片は三角形で、長さ1ミリメートルほどで、平らに開く。つぼみはほぼ休憩。花弁は、 卵形で白いが、先端で互いにくっつき合って、帽子のような形になり、開花の際には全部がまとまって脱落する。したがって、開花時の花は花弁がない。湯水は12から15本あり、単緑の花番の円に並ぶ。花糸は、長さ4から5ミリメートル、波打つように曲がっており、先端の薬は単黄色で卵型、長さ0.5ミリメートル。脂肪は、 半海。果実は、桃園水型で、長さ3から4ミリメートル、種子は1ミリメートルほど。和名については、琉球の当初に生える、雪の下かのつる植物の意味であろうとの声もある。日本での分布は、琉球列島では、奄美大島以南の主要な島にあり、飛び離れて本州は、和歌山県に分布する。国外では、台湾、中国からヒマラヤにも産する。 山地森林に見られる。最初は地表を這い回ることが多く、次第に岩や樹幹に這い上がる。地表を這う時には茎は細く、そこに生じる葉は小さい。普通は長さ2から6センチメートルで先端が丸いことが多い。本種が和歌山県で発見されたのは1979年であり、瀬戸がこれを本種と同定した。 その花を確認して報告が行われたのが1981年である。その生育地は元宮町で和歌山県とはいえ奈良県境に近い地点であり、標高110から150メートルの地域である。現在の生育地は杉の植林となっており、本種は杉の木によく生い登って開花している。さらに付近の一部に自然林が残っており、岩壁があり、 荒かしや、つぶらじなどの樹木があり、本州はこの岩壁や樹木にも登って開花している。セトラは、このような状態が、本来のものであろうとしている。彼らは、この生育地が、人為的に持ち込まれたことを想定しておらず、また近年になって、南の分布域から北進したことも想定しがたいとしている。また、9月になると果樹が枯れ始めるのが観察されており、 また昨年の過剰の枯れ枝にも結実の跡が見られないことから、本種はこの地では結実はしないのではないかと見ている。それ以降、この地域以外で本種が発見されておらず、2001年の和歌山県のレッドリストでは現状に変化はなく、ただし植林であるので伐採などでの影響が懸念されるとしている。なお、この生育地は2015年現在でも健在であり、 2015年9月4日付の地元市、キー民放で花の写真とともに紹介されている。和歌山県は例えば、白玉カズラのように、琉球列島に分布する植物の北限となっている、例が少なくないが、それらは、大抵四国と九州の南部にも分布があり、また、海岸線沿いに生育する例が多い。本州のように、九州四国を飛ばして、 和歌山県、しかも標高は高くないとはいえ、内陸部に分布する例は珍しい。島行かカズラ族は東アジアからヒマラヤにかけて三種ほどがあるが、日本には本種のみが知られている。岩柄民族に禁煙とされる。違いとしては装飾芸を持たないことが挙げられる。装飾芸を持たないものとしてはデクマリア族リクマアがあり、これは中国と北。 アメリカに一種ずつを算する。ただしこの属では7から10枚の花びらがあって、開花時には平らに広がる。また雄水が20から30本にもなる。特にないが、和歌山県の生育地では、地元の人間がこれを杉のかずらと呼び、杉職人の育成を妨げるとして刈り取ったとある。環境省のレッドデータには取り上げられていない。県別では、和歌山県で絶滅危惧いに、 鹿児島県で純絶滅器具に指定されている。いずれも、北限での指定であり、それ以南では普通種であることを反映している。米倉孝二、梶田忠、BG プランツワミ学名インデックス。2015年9月7日閲覧。以下、種として、佐竹ほか、P166 瀬戸山本、P1 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 初島。 P303 若林、P298 佐竹ほか、P166 池原、P220 佐竹ほか、P166 瀬戸、山本若山県、P319 佐竹ほか、P166 若林、P298 瀬戸、山本、P4。ありがとうございます。